はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオ z a ー d 4をやっていきましょう。と、前回はね、ちょっとね、ガラ道路に体を貫かれましたが、無事生きていたということで,、ね、でまあ死んでんだけど、無事生きてたということで、えー、やっていきたいと思います。今回ね、ちょっとね、えっ、ー、と、チャプターの最後にボスと戦ってね、終わりにというところなんですが、あ、いい格好してますね、アシュリーちゃん。はい。で、えっ、ー、と、無事ね、感動の再婚をするということで、 まあ、ちょっと古臭い罠にかけられるんですが、なんとか。ボタン大丈夫だろうね。チョリックが古臭いんだよって、ね。ああ、大丈夫、大丈夫。XC か、あれだね、右左クリックボタンくらいしかないって感じかな。うん、だとしたら全然問題ないですね。ということで、うん。 まあもう半月もしたらゴールデンウィークで、今年はね、ちょっとなんかあの、平日が中途半端に月金になってるんで、まあ10日休み、有給をちょっとうまく使ってね、10日休みにしようかなっていうところなんですけど、まあそんなこともありつつ、あのね、その、 いくつまでかな2つとか3つ前くらいのパートで、あの親父家族僕らの家族、嫁さんと娘ちゃんにプラスでまあ親父がついてくるっていう話なんですけど、親父はまあ別であの僕ら車で行って、親父はキャンピングカーで来るっていう感じなんですけど、親父ってね、その旅行に行くぜとかその遊びに行くぜってなった時に、めちゃくちゃ計画とかね、あそこで何食って、あそこで遊んでとかっていうの、めちゃくちゃ計画を練り込むタイプなんですよね。うん、で 年々ね、親父がね、すごいね、若くなってってる。うん、あの、皮膚たるんだりとか、さすがにあるけど、あの、き、鍛えてるとかっていうわけじゃないけど、でもね、なんかね、心がずっと若々しいんですよね。もうご、もう60近いんですよ。あの、まだ50代半ばだけど、もう60近、あれも,も、今年いくつだあもう、もう、もうそうだね。荒間になってきてる年なんでね。うん、なんですけど、なんか50、40くらいの時は、なんか、まあ、 まあ年相応って感じがしたんですけど、なんかね、本当に60近いの、親父みたいな、くらい若いんですよね、見た目が。見、た目じゃねえ、見た目じゃねえ。見た目は年相応だ。す中身が、中身が。うん、すっごい若い本当に。 もう自分の親をこういうのもなんだけどもう本当に若いのよびっくりするくらい。でんでなんかなと思ったらやっぱりねあの人間ってその人生の,その時間の使い方を上手にするとやっぱ若く見えるというか若くなっていくっていう感じがするんだなっていうのがあってな何,何かっていうとシンプルに分かりやすく言うとあの楽しみを。 たくさんん先に持つっていうことなんで、すよねで何かっていうと、旅行に行くってなった時に、皆さん多分いろんな計画とか練られると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しいと思うんですよ。あそこ行ってあんなことで遊んでとかって、たくさんいっぱい計画すると思うんですよね。その、それを考えてる時間ってめちゃくちゃ尊くて楽しいじゃないですか。で、あの、で、しかもその実行が例えばじゃあ5月の1日に旅行に行きますってなったら、その5月1日までのその期間、今だったら半月くらいでさ、めちゃくちゃ長く感じると思うんですよね。そのめちゃくちゃ長く、しかも楽しみが待っているっていう時間を を多く過ごすことによって人間ってその、まあ、幸せホルモンが出ていると人間若く,な若,、えっと、若くなっていくというか若さを保つことができるんですよね。うん、でこれ実際に実験であって、えっと、若さを保つというよりは寿命に関わる話なんですけどあのなんか収納嬢の人だったかないわゆるシスターと呼ばれる人たちがなんかに,に日記をつけてもらったそうなんですね。で日記をつけてもらって解像解像日記をつけてもらって で、その中身を見たときに、その寿命との相関性がどのくらいあるのかっていうのをまあチェックしたっていう心理学のテストがあったんですよ。で、結果何が分かったかっていうと、その物事に感謝をしたりとか、楽しかったっていうことをあの中心に書いている修道女さんと、そうでない、どっちかっていうとまあマイナス。簡単に言ったらポジティブとネガティブな内容を比較したときに、ポジティブな内容を書いている修道女さん、シスターさんたちの方が、えー、寿命が平均して十年くらい長く でしかも健康寿命も長かった。だから死ぬ直前まで健康でいられる、いられたという結果が出てるんですよね。だから あくまでそれは日記で書いてたやつなんですけど、日記で書いた結果ではあるんですけど、やっぱりその頭の中で、その普段から楽しいこととか、幸せだなって思うことを浮かべられてるかどうかっていうのが結構その判断材料になってくるポイントになってくるんですよね。だから親父がずっと若々しいとかむしろ年を取ってからの方が若く見えるとか、まあ、お,あのおかんからすると、早く成長してほしいの,なのにな、みたいなことをね、あの愚痴のラインが来るんですけど、その愚痴っちゃダメなんですよね。あの、親父が若くいられることに、まあ、ちょっと手はか,かるけどでもなん 健康でいてくれるのが嬉しいわってそういう感覚を持っておくことで、実はおかんも若くいられるっていうね、そういうオチにはなっていくんですけど、うん。だから、まあ、あの、ね、ずっと若く楽しくい続けたいというふうに思われる方がいらっしゃれば、頭の中で常に楽しいことを考えたりとか、それからまあ楽しいことを書き出してみたりとか、うん。その他にも楽しいな、えっとね、 楽しいなって思えることをやり続けるっていう、そこが大事になってくる。あちょ、ちょっと待って、え調べるとした瞬間に XC が出てきたから無駄にダメージ食らっちゃった。やっちまったやっちまった。じゃあ、えーと、もう、もうあの、アイテムのスペースの関係上、もう遠慮しません。あの、ぶち込んで終わります。はい。ンあと多分もうこれはあと一瞬で終わるんじゃないか。ねえ。 あの右腕さん出てきましたけどね。はい。これが、サラザールの取れた右腕の正体でございます。あ、ちょっと待って。いや、よけ、え、ちょっと待って。よけたんじゃん。一発目。もう、ほんと無駄にダメージ受けることが多いわ。じゃあ、えっと、ゴンゴンゴンっていうことで、これ倒してね。はい。じゃあ、はい。お疲れ様でした。うちょっ、あ <laughs> っ <laughs> ちゃんと落ちまってるわー。ほんとに。いやー。 恥ずかしい限りでございますね。じゃあお疲れ様でしたつって自分が退場しそうになってんじゃん本当。もう危なかったよね。もう次食らってたら本当にお,お,お亡くなり退場チーンだったもんね。お別れの時間でね、さしいけど仕方がないみたいなね。仕方がないって言ってね。ババンババンバンバンってなるところだった。本当に。危ない危ない。まあ、そんなこんなでね、あの楽しい時間を過ごすことがあね、サラザラの右腕のおかげでできたんで。 ということでね、えっ、ー、と、ちょっとアイテムをそろっと回収して、で、アシュリーをね、さらった人間、まあ、アシュリーをさらった黒幕を、チロッと確認をしてね、えー、本パート終了とさせていただきたいと思いますんで、最後まで楽しんでくださいね。まあ、だからだって 1, 1、2分で終わるんじゃないですか。まあ、ムービー入れたら3分くらいあるか。うん。そんなところですね。 いやー、ほんと、これ、こいつ、初めて戦ったときは、ロケットランチャーを,を、その、どのタイミングで使ったらいいのかがわからないっていうのがあったから、すごい最後まで取っ手を聞いてやってたんですけど、結局ね、アイテムのスペースとか、あのー、強さで言ったら、こいつで使っておくのが大正解だなっていうのかな,なんか、やっぱ3、4周して、まあ、気づけたっていうところだったんでね。OK。じゃあ、弾も装填したというところで、じゃあ、エレベーター下ってね、えー、本、えっ、ー、と、本チャプタークリアしていきましょうか。めっちゃ短いね。10分ないじゃん、今回、多分ん。 まあ、たまにはそういうチャプターもあっていいんじゃないでしょうか。はい。じちょっと時間が余ってるんで、アイテム位整理をちょこっとだけ。はい、OK。ということでね、まあ、人生をね、長く楽しく、そして、えー、健康で過ごしたいというふうに思われている方がいらっしゃったら、頭の中、もしくはもう実際に体で楽しさ、嬉しさ、幸せさっていうのを表現しながら生きていくっていうのがおすすめでございます。 ということでねアメリカの犬1匹っていうことだったんですがじゃあレオンが犬だったりこいつはなんだパンダかっていう感じなんですけどねあサラザルですねやつも始末するんだって言ってるけどさ孤島なんだよねここね孤島 <laughs> にいるのにねしかもバーンって出てきたけどねあの過去のシリーズとの相関性がないから初めて見た人からこいつ誰ってなっちゃうね。 はい、まあ、そんなくだらない話は以上として、えー、またね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。